かりは重み群馬でやんこ。これは蒼井優が4人のクリエイターたちと共に企む嘘にまつわる4つの物語。までの人生の中でいくつの嘘をついてきましたか。こんばんは、カムフラージュの時間です。ところで今日は皆さんに大事なお知らせがあります。それは好評につきカムフラージュがあと3ヶ月継続となりました。嘘ですけど。ということで最終回となる今回、最後の最後に私たちを嘘の世界に連れて行ってくれるのはこの方です。映画監督、棚田由紀。この夏公開される蒼井優主演の映画「百万円と苦虫女」の監督である彼女。やっ、前回そのキャラクターを題材に物語「賢者の贈り物」の現代版を描いた棚田。ちょっと待てよ。最終回となる今回も鈴子の結末を描き出す。話の内容的には今まで、まあ、あの他の監督のも含めいろんな嘘があったと思うんですが、その嘘にもね、いろいろあると思うんですけど、この話の場合は自分の気持ちが分からなくなってしまうという、自分の気持ちに混乱してしまうというような、最終的に嘘をついているのか正直になったのかどうなのかというところですかね。なんて言うでしょうね、絵として言えば蒼井優ちゃんしか撮ってないという感じですかね。他の役者さんには、相手役はもちろんいるんですけれども、申し訳ないんですが、蒼井優ちゃんの顔しか見ることができません。この話を、蒼井優しか映っていないとはどういうことか。そして物語の展開は、棚田由紀最後の嘘のかけらが生まれた。するのもめんどくさい。寒いね。
どうしたの？ごめんね。ごめん。え？すずこごめん。なに？泣かないでよ。ほんとごめん。私。じゃあ、座ろ？座ろ？どうしたの？私圧してやっちゃった。あ、そうなの。ごめんね。私ひどい女だよね。ひどい？うん、むしろ嬉しいかも。殴っていいよ、私そのつもりで来たから。私最低じゃん。親友の彼氏とったひどい女なんだよ。私もうアツシと別れようと思ってたんだよね。だから嘘。え、嘘じゃないよ。本当に私アツシのこともう好きじゃなかったからさ。だから気にしないで。なんでそんなに優しいの。私親友の彼氏とった最低な女なんだよ。そんな嘘までついて優しくしないでよ。だからもう好きじゃないんだってば。どうしよう、私鈴子を傷つけちゃった。傷ついてなんかない私。ね、泣かないで。私本当にアツシのこともう好きじゃないんだって。だからもうほら、私のことなんか気に。